どうもー、かげやんです。ちょっとね、ドライブに行きます。そんな大した距離は走りませんけども、ちょっと走ってみようかなと思ってます。ちょっとね、気分転換というかね、ちょっとこれで、ちょっとまあどうしようかなと思ってるんですけども、まあまあちょっとこうゆっくりと、ゆっくりというか一人でね、ちょっとドライブする時間もあってもいいんじゃないかなという感じで、ちょっと軽くね、ちょっと走りやすい道をね、走ってみようかなと思ってます。まあ今日月曜日なんですけども、僕にとって月曜日になるとあと2日ですね。仕事は1週間に1回休み、仕事は週6日で1週間に1回休みがあるんですけども、木曜日が休みなんでね、あと火水と、仕事が、終われば、休みになって、ですね、僕の好きなお酒が飲めるというところで、まあお酒のことばかり考えてるわけじゃないですけども、やっぱ楽しみの一つとしてですね、お酒というものがあるんですけども、なんていうんですかね、だから今週2回お酒を飲んでるんですけども、このペースがね、僕にとって一番いい感じのペースですね。週2回お酒を飲む、休日前の水曜日と休日の日の木曜日ですね、この2日間にお酒を飲むというのがですね、なんかこう自分の中のこのサイクルになってるんですけども、この感じがちょうどいいですね。で、金曜日からまたこう仕事モードに入っていって、金土日とこう経ていって、今日が月曜日と。で、月曜日、まあまあ月曜日終わった時ぐらい結構疲れてるというか、まあそのそれなりにストレスも溜まってる状態というかですね、そういう感じが、あるんですよね。ほんで一回ちょっと、まあ、ドライブ行った余計なんかこうなんていうか疲れるのかなと思ったりもしてるんですけども、一回目、試しにこうやってみようかなと、ドライブをしてみて、ほんで今日の感じでね、これからドライブを続けるか、まあまあこれまあ動画撮ってますけどもね、これもね結構、疲れるというかね、どうですかね、ちょっとやってみないと分かんないという、ちょっと試していくという感じですね。まあ、やっぱりね、なんというんですかね、こうお酒ですね、お酒の話に戻りますけども、やっぱりそのどういうんですか、2人とか3人とか4人とかね、そういう人と飲むのが一番楽しいんですよね、お酒っていうのはね。それでそれが一番楽しいんですけど、今なかなかね、それもしにくいところがあるんで、まあ、差し飲みというかね、2人で飲むか、まあ、3人ぐらい、せいぜい3人ぐらいで、家飲みをこうするというかですね、僕の家にこう招待してですね、招待というかその、飲みましょう言ってこう飲みたい人と飲むっていうのを毎回したんですね。で、空手の先輩の人としてすごい面白かってですね、その先輩が面白いというかすごいその考え方が僕好きでですね、よく相談乗ってもらったりしてるんですけども、そのなんていうんですか、それでこう2人でこうじっくりこう、あの時が7時から11時半ぐらいか、だから4時間ちょっと飲んだんですけども、結構最後フラフラやったんですけど、いい時間でしたよね、面白い時間で。で、またしたいなと思って、空手の子でもう一人ね、ちょっと新しく入ってきてる子がいるんで、その子とも飲みたいなと思ったりもしてますね。で、まあそのやっぱり、お酒はいいですよ、こう一生付き合っていきたいものとしてお酒っていうのもありますね。そのためにもね、やっぱりそんなに毎日飲むんではなくてですね、肝臓のこともありますし、
週2日飲んで、その2日間を楽しむというので、僕はもう十分かなと。わざわざ毎日飲む必要はないかなと。で、やっぱり飲まへん方が体調というか、その仕事モードには入れるんでね、集中できるんで、やっぱり休み前と休みの日は、ご褒美としてこう飲む感じにはなりますけども、まあ、そうですよね。だから、それが一番僕にとってはベスト。その2日間をすごく楽しめるように、飲むようにこう、準備をするというか、そういうことがありますね。で、そのお酒でいうと、やっぱり僕は今はハイボールですね。ハイボールがやっぱりこう、なんていうんですか、美味しいですね。これもお客さんに教えてもらったんですけども、そのハイボールの美味しさとですね、ウイスキーの美味しさですね、ウイスキーの美味しさにちょっと目覚めてるかなというところではありますね、最近で言うとね。で、グレンリベットっていうそのお酒をですね、ストレートで飲むと美味しいでって言われて買って飲んだら、やっぱりね、ちょっと香ばしい感じがあってですね、1杯目はね。ほんでこうお酒を飲み続けていくとですね、まあ言ったらハイボールとかを1杯2杯と飲んだ感じにしていくとですね、なんかものすごいそのストレートで飲んだ時に美味しく感じたんですね。そのお酒がゴーンとこう来る感じもありますし、こう美味しさですよね、美味しさを感じて、やっぱりこうウイスキーっていうのはちょっとこうもうちょっとこう詳しくなりたいというかね、そういう気持ちになりましたね。お酒いろいろね、日本酒であったり焼酎であったりビールであったりいろんなものがあるんですけども、その中でこうウイスキーの美味しさを知れたっていうのはね、僕にとってはかなりプラスですね。なかなか美味しいなというところですね。で、そうですね、まあまあですね、お酒と、まあ僕もともとはね、そのビール派やったんですね。ビールを何杯も飲むというか、ビールを飲むことが多かったんですけど、そのハイボールを知ってからビールは飲まなくなって、お店で飲むときはね、ビールを一杯目は飲むんですけど、今はもうだいぶそういう感じになりましたね。でハイボールはやっぱりね、こう家で作った方がだいたい基本的にはうまいかなと。その居酒屋とかで飲むとそこまで美味しさを感じないんですね。家でそのお客さんに教えてもらった作り方で作るハイボールが僕は一番うまいですね。そのバーとかね、そういう本格的なところで飲んだことがないんで、その美味しさは分かんないですけども、まあね、家で飲むハイボール、ハイボールだけの美味しさで言うと、その家で飲むハイボールが一番美味しいなというふうに思ってます。ただまあまあお店はね、お店へ行くとその一人で行くことって基本的に少ないんで、友達と飲んでんで、それはもう友達と飲んだらそれだけで楽しいんでね、そのお酒の味云々よりもね、その時間が楽しいという、そういうところはありますね。この道どうですかね、走りやすいかなと思ってちょっとこう走ってるんですけど、まあ、田舎ですよね、田舎の方の道になりますよね。なかなか信号、赤信号に引っかかりますね、さっきから。まあまあしょうがないかと。まあこんな感じですかね。またちょっと慣れてきたらこういろいろこう話しながらやりたいですけど、ちょっとね、話しながらこう運転すると結構集中力がそがれるんで、慣れていかなあかんなと思ってます。もうまあまあ私簡単な運転しやすい道で走ってるんで別に大丈夫ですけども、ちょっと気をつけていかなあかんかなと、もうちょっと慣れなあかんなというところを感じております。まあ今日はね、この10分ぐらい、10分経ってない、9分30秒ですかね、これぐらいで、終わらせていただこうかなというふうに、思います。ということで以上です。ありがとうございました。